船があるか見てくるね。ちょっと待ってて。皆様、ようやく追いつけました。イバル、どうしてここに？手配書にミラ様を見つけ、心配で馳せ参じました。ニアケリアを守る使命はどうした？村の者たちもミラ様の力になることを理解してくれました。バカ者、そんなことを言っているのではない。私は。ミラ様、どうなされたのです？これは。ミラ、どういうことなんだ。やめろイバル、これはジュードのせいではない。私の判断が招いた結果だ。俺ならばそもそもそんな目には合わせません。いいか、元来ミラ様のお世話役として我が身を顧みず務める従者を巫女と呼ぶ。それは誇り高く尊ばれる。ミラ様のお言葉とはいえ、それをどこの誰とも知れない輩に任せた俺が間違いだった。さあミラ様、行きましょう。待って、僕の父さんならミラの足を治せるかもしれないんだ。だとすれば。俺がお連れする。貴様など俺から見れば巫女たる資格を持たない偽物だ。立場をわきまえろ。イバルが連れて行くのでもいいよ。でも僕も行く。イバル、いい加減に。危ないので皆様はそこを動かないでください。何か言うことがあるか、偽物。僕はお前の言い訳など聞きはないがな。僕はミラ様を傷つけた罪、お前の体で贖え。遅い、遅い、バカ、まだ動け。思ったよりもできるじゃないか、偽物。偽物でも何でもいい、僕はただミラの力になりたいだけなんだ。お前の役目じゃないって言ってるんだよ。
ミラ様。拉致が開かない。気が済むまでやっているがいい。私はもう行く。ごめんミラ。気に入らないのなら相手はまた今度する。だから今はもう行こう。イバル、お前にこれを託す。誰の手にも渡らぬよう守ってほしい。これは私の命と同じくらい大事なもの。次第の命もこれにかかっている。そのような重要な役目をお任せください。頼む。そしてニアケリアに帰れ。は？お前の使命はニアケリアを守ること。ミラ様、しかしですね。何度も言わせるな。さっさとミラ様をお連れしろ。だが忘れるな、本物の巫女はこの俺だということを。うん、分かってる。絶対ミラはまた歩けるようになるよ。当然だ。レイヤー、ただいま。なんて柔道。何してるの。いや、レイヤーこそ。あれはこの子たちがかけっこで競争したいって言うから、私を押してハンデつけないと勝負にならないって思って。レイヤーが一番楽しんで見えたけど。それでさ、柔道は何してるの。知り合いか、柔道。その幼なじみなんだ。彼女はミラって言って、なんて言えばいいのかな。よろしく、ミラ。ちょっと、彼女の足。大至急、王先生に連絡お願い。患者さんが来るって。ラジャ、家に帰るんでしょ。
私も行く。これ使って。